入選作品への思いは、今回の作品は、制作期間がものすごく短かったんですけど、その時の自分の考えてることだったり、自分の思いをキュッと詰め込んだ作品だと思っていて、改めてこう完成した作品を見ると、あ、これが今の等身大の自分なんだなってすごく思いました。なので今回この映画祭でいろいろな方にこの作品を見ていただけることは、ちょっと怖い気もするけど とても楽しみにしてます。私にとっての映画とは、こう普段恥ずかしくてできないこととか、人の目を気にしてできないこととかを思いっきり表現できる場なんだなと思っています。なので自分にとってなくてはならない存在だなと思っております。でもやっぱりまだ映画って何なんだろうとか、物語を描くことって何なんだろうなっていう思いがあるので、そのことがきっかけで今回の作品を作ったんじゃないかなと思ってます。